はい、どうもめちゃねです。本日私はですね、リージェント台北さんの方から今しがた Uber でですね、グランドハヤット台北さんの方に移動してきました。今ね12時20分ぐらいなんですけど、もうねお部屋の準備整ってるそうなんで、これからねチェックイン手続き向かっていきたいなと思います。早速行ってまいります。はい、それではねチェックイン手続きを行っていきたいと思います。はい、ということですね、今チェックイン手続きが無事にねサクッと完了いたしました。アップグレードいただきまして、本日は22階の2228号室となっております。まあ、またねちょっと詳細については後ほどねお話ししていきたいなと思いますので、早速ねお部屋の方に向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、ということでですね、22階の方に上がっていきたいなと思います。はい、ということで本日はね22階のクラブラウンジがねある階となっております。5階とかにね中華料理だったり、3階に、ね、日本料理があったりねしますね。はい、まあ、初めて来るんでね、グローバリストになってから初なんで楽しみでございます。はい、22階です。おお、めちゃめちゃね眺望もいい感じで、ここがねクラブラウンジみたいですね。まあとりあえずねお部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、廊下もですね、あ、ここは大理石なんですけど、途中から絨毯にね変わる感じですね。はいはい、本日こちら2228号室でございます。入っていいのかな。はい、多分ねウェルカムアメニティをこれから、ニハオ OK。はい、多分入ってね大丈夫な感じなんだと思います。まだ掃除してるかな。你好。你好。好。あ、OK、OK。冷たいし。はい、それではね、改めまして、カメラをね、一眼レフカメラに変更しまして、本日はですね、こちらでございますね。はい、エレベーターホール出てね、どっちか分かりづらかったですけど、左手。で、ここがね、ラウンジスペースになってますね。左手のこちらの2228号室となっております。はい。でエントランスはね白を基調とした、まあ、こんな感じのね、はい、非常にもう荷物埋もれてますけど、心にね腰掛けて靴を履いていただくねスペースがございます。で入っていただいてですね、すぐねこちらルームキーはねやっぱり挿していただく必要があるみたいですね。はい、起こさないでください、掃除してくださいのボタンがあります。で入って右手、まずねお手洗いがこのようにございます。広いですね。はい、こういった鏡もありまして、ここは水、トイレットペーパー流せなそうですね。ゴミ箱ありますね。はい、ここはね基本的にウォシュレットもついておりませんので、あのゴミ箱に、ね、捨てていただくようなタイプとなっております。で、こちらのソープ、石鹸がねバルマンとなっております。で電気のスイッチとコンセント、はい、こんな感じですね。はい、流せるとよかったかな。はい、でこちらのところにこういったね収納スペースがあります。電気もねつきます。まあ、ちょっとしたものをねあのしまっておけることができるっていう感じでしょうかね。ここは開かないのかな。ここは、あ、開くんだ。ここも収納かなと思ったんですけど、多分スタッフ専用のね何かが入ってるんじゃないかなと思います。はい、そして入っていただいて右手ですね、このようにデスクがございます。なんかねいい感じですね。はい、筆でね書かれております。そしてこちらが、ミニバーのコーナーとなっております。まあエアコンとかはねここですね。はい、でこちらにネスプレッソのマシーンだったりとか電気ケトルがねございますね。でお水、ポテトチップス、そしてカップラーメンもねございますね。で下の方には、はい、冷蔵庫ございます。2本だけペプシとねコーラあります。多分これはこの量はさすがに飲んでいいやつじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょう。はい、で、右手の方にはエスプレッソマシンのポーションとかですねございますね。はい、こういった感じでナルミ製のですねティーカップがございます。そして緑茶だったりとか紅茶、
そしてネスプレッソマシンのポーションがね3種類2個ずつでね計6個あるという感じです。でこの下にはグラス、マグカップ、でさらにその下は特にございません。はい、まあこんな感じですね。でこのデスクの方にもですね、はい、このようにコンセントが2箇所だったりとか、LAN ケーブル HDMI とかね、はい、USB-A があるという感じです。非常に使い勝手が良さそうなデスクですね。はい、でこちらですね、はい、なんだろう、照明か、ここのボタンでね、ここなんかもね、オブジェがめっちゃいい感じですけど、これは特段多分ね開かないのかな、ね、オブジェですよねきっとね。はい、でソファーとかがこのようにあって、テレビがねこのようにございます。 LG 製のどうでしょう、65インチぐらいありそうでしょうかね。はい、あソファーなんかもね、まあ、こんな感じで非常に使い勝手が良さそうじゃないですか、ね、明るくていい感じです。はい、でここは何でしょうね、この下は、はい、HDMI とか、ね、USB コンセントがございますね。はい、非常に使い勝手が良さそうですね。でここら辺にはあの大阪城ドームみたいなのが、ね、ありますね。はい、こんな感じの、はい、風景は、ね、こんな感じで、なんか大阪城ホールみたいなのがございますね。で今ねプールね下見えますけど、泳いでる方もねいらっしゃいますね。はい、楽しそうです。まあ雨ですけどね、暖かいのでプールありかもしれないですね。はい、でここら辺にもねコンセントがあったりとかですね、まあ、ソファーの感じとか非常にリビングね広くていい感じですね。でこちらね主寝室ですけど、まあ扉をね閉めていただいて分けていただくことはね可能となってますけど、こちらにも別でねエアコンのパネルがございます。で入っていただいて、エキストラベッドもねなんか準備していただいてますね。はい、かなりいい感じです。ここにも鏡があって、なんかねマッサージしていただけそうな感じですね。はい、ここはカーテンもねスイッチが自動になるんですね。はい、ここも主寝室も広いですね。そしてベッドのサイドのところに電話機とこちらのね照明のスイッチ類があったりとか、常備灯とかがねございます。はい、シンプルですけど結構ねゴージャスな感じ、なんかゴールドっぽい感じでね。はい、でこちらに間接照明とか、時計とか、こちらにもねはい、こういったコントローラーがございますし、コンセントもねこちらに1箇所ございます。そして収納スペースですね。はい、ハンガー類ねこのようにありまして、バスローブは特にロゴとか入ってないですね。アイロン台がございます。はい、荷物置く台があって、でこちらがはいこんな感じでスリッパとか、なんだろう、ランドリーバッグ、シューバッグとかね、シューブラシ、靴べらがもう一式で入ってるって感じですね。でこちらがセキュリティボックス、セーフティボックスがございます。収納は特にありますけど、何か入ってるってことではなさそうですかね。やっぱりルームウェアとかね特にはございません。はい、でこちらがね水回りとなってます。ここもね扉がありますけれども、はい、こちらの方にもですねお手洗いがこうスライド型のね扉となってますけどございまして、まあここもねトイレットペーパーは捨てていただく感じですね。ウォシュレットはこっちはねついてますね。はい、でまあ洗っていただくことがねできる感じですね。そしてこちらシャワーブースですね。はい、レインシャワーもございます、ハンドシャワーもございますという感じですね。はい、こんな感じで、アメニティがねバルマン製のアメニティがございます。でこちら右手がねレインシャワー、左手がハンドシャワーみたいなので、ちょっとハンドシャワーね出してみましょうかね。はい、まあ水圧はね十分じゃないかなと思います。はい、
そしてね、バスタブもこのようにございまして、まあ、結構これもね、でかいですね。はい。で、こちら洗面台、一箇所でこういう感じでございます。丸い感じの鏡でね、間接照明も非常にね、いい感じです。で、こちら、バルマン製のね、アメニティがあって、お水がね、ございます。そして、テレビのね、音声聞いていただくやつかな。はい。で、ドライヤー用のコンセントだったりとか。で、歯ブラシとかね、アメニティ系が、一式ね、こちらにマウスウォッシュとかも含めて置いてございます。で、ティッシュと時計。で、タオル類。はい。で、ドライヤーが、これもフィリップス製ですね。結構コンパクトな感じですけど、ございますね。で、体重計がございます。はい。こんな感じでしょうかね、バスローブ。はい。いかがでしょうか。まあ、グローバリストになってからね、初めて、海外でですね、ハイアットさん宿泊させていただくのが、こちらのグランドハイアット台北さんとなります。そしてね、スタンダードスイートになります、こちらのグランドスイートキングというお部屋にね、アサインいただくことができました。はい、本日はこちらで一泊ね、させていただきたいなと思います。いかがでしょうか。いやー、最高、いい感じですね。はい、それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度を測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード下りが 11.37Mbps、アップロード上りが 37.80Mbps となってまして、まあちょっとね、ストリーミングとかに関してはちょっと不安定な部分はあるかもしれませんけど、まあ通常仕様ではね、全く問題はないのかなというふうに思います。まあただですね、こちらもね、このデスク周りだと、有線 LAN がありますし、あちらのね、リビングのソファーのところにも有線 LAN がありますので、まあそちらをね、利用していただければ安定したね、ネット環境、ライブ配信等はね、できるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、こちらですね、本日は、グランドハイアット、台北さんの方にですね、チェックインさせていただくことができました。なんとね、12時半のもうアーリーチェックインをね、させていただきまして、もうお部屋の方にね、12時半にね、入ることができまして、まあ、なんやかんやね、今ゆっくりしてましたんで、もう間もなく14時と、いったところでございますけど、いやー、来ましたよ。グローバリストのね、特典を利用しまして、まあ、スタンダードスイートのこちらね、本日、グランドスイートキングというお部屋にね、アサインいただくことができました。前々日ぐらいまでですね、こちらのスタンダードスイートは空いてなくてですね、その上のね、プレミアムスイートは空いてるんだ状況だったんですけど、これだとね、さすがにスタンダードスイートを飛び越えてプレミアムスイートにアサインは難しいのかなと思ってたんですけど、昨日ね、YouTube のライブをさせていただいている途中にふと見たところね、スタンダードスイートが空いてたみたいでですね、アサインいただくことができました。お部屋の平米数としましてはね、66平米ぐらいですけど、まあ廊下とかがない分ね、デッドスペースがあまりないので、非常に広く感じるお部屋かなというふうに思いました。で、今回はね、私グローバリストになって、まあ、宿泊することができましたけど、まあ、当初はね、グローバリストになる、予定ではまだねなかったので、ホテルラックスさんを利用しまして、今回予約をさせていただいてますので、100ドル分のねホテルクレジットなどいただいてます。まあ、ネットでですね、3050台湾ドルという感じになりますので、まあ、日本円にして、まあ、多分1万2500円ぐらい、利用していただくことができるという感じでございます。まあ、8個の、ね、レストランとか、スパとかね、そういったところで利用してくださいということなので、まあ、ちょっとね、確認しますけど、インルームとかだとちょっと利用がね、できないんじゃないかなというふうに思います。で、レストランのね、利用だったりとか、まあ、今回ね、クラブフロアの、フロアとなってますので、非常にね、アクセスも便利という感じなんで、後ほどね、行っていきたいなというふうに思います。オープンはね、11時から21時までという感じでですね、ハッピーアワーは17時半から19時半の間という感じになっております。プールとかはね、外のプールは朝の6時から夜21時半までね、やってますし、オアシススパとか11時から22時。はい。サウナなんかもね、6時から22時半までやっているっていう感じで、フィットネスはね、24時間営業されてる。あとね、キッズエリアもあるみたいで、9時から13時、そしてね、14時から18時、どこにあるんだろう。ちょっとね、見ていきたいと思いますが、キッズエリアなんかもあるみたいですね。はい。非常に、楽しみでございます。はい。まあ、こんな感じでいろいろね、いただいてますけれども、
まあ、ちょっとね、あとウェルカム、ドリンクのチケットなんかもね、いただいております。もうね、私ライブの、体勢ね、もう整えてね、まあ、自分の周りはかなり出来上がってる感じなんですけどね。はい、ということで、まあ、台湾ね、4泊目となりまして、残すところこちらのグランドハイアットと明日ね、行くホテルで台湾のね、旅行は終了という感じなので、まあちょっとね、まあ、そんなことは考えずに、とりあえず今日のね、グランドハイアット台北さん楽しんでいきたいなというふうに思います。ということで、またちょっとね、館内散策とかね、この後していきたいなと思います。はい、じゃあね、今レイ君がラウンジ行ってますので、ちょっとね、ラウンジの方に行って合流してこようかなと思います。こんな感じでレイ君はね、もう食べてますけど、レイ君ね、めちゃめちゃいい席、台北市割地真正面じゃないですか。すごいですね、やっぱり間近なね、場所っていうだけもありますね。すごい。はい、とりあえず雰囲気見たかったので、これだけね、いただいて、お部屋の方に戻っていきたいと思います。はい、レイ君ね、お部屋に戻ったらあっという間にね、お昼寝タイムでございます。まあね、結構ね、疲れてるんだと思いますね。はい、ということでですね、今ね、もう17時15分で、もう間もなくイブニングカクテルハッピーアワーがね、始まるんですけど、今日はね、日中レイ君とね、プール行こうかなと思ってたんですが、まさかのね、レイ君が3時間以上ね、昼寝してたということで、もうね、この時間になってしまいましたので、まあ明日のね、朝食後にプールね、入ろうかなと思いますけど、まあ夜ね、時間があれば、夜ライブもあるんですけど、あの夜のね、プールであったりとか、まあジムとかね、ちょっと見に行きたいなと思いますけども、まあこれからとりあえず、ラウンジの方にね、向かっていきたいなと思います。はい、こんな感じでですね、持ってまいりました。今日はね、5名で、いただいております。はい、ということでね、ちょっといただいていきたいなと思います。で、今日いっぱい寝たね。じゃあね、いただいていきたいと思います。おいしい。ママはリンゴですね。あ、おいしい。ハオハオ。いただいていきたいと思います。中でカレーみたいです。うん、あ、うまい。結構ね、ピリ辛で、レイ君も食べてたけど結構辛いです。美味しい。リンゴです。リンゴです。あとは、ね、ここら辺のチップスね。うん、うまっ。ということで、まあ、これね、ちょっと食べ進めてお部屋の方にね、戻っていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。思ったよりね、あの種類も豊富でですね、あの酒の種類もね、ありましたし、まあ、あのお子様連れでもね、大丈夫だったのが非常にね、良かったかなと思います。で、17時半から19時半がね、ハッピーアワーカクテルタイムっていう感じでございます。まあ、それ以降もね、一応やってるんですけども、まあ、お酒自体はその時間だけという感じです。で、今日はですね、あのアイアドのライブもありまして、ライブがね、2本立てっていうこともありますので、ちょっとね、休ませていただいて、ライブのね、様子につきましては上の方にリンク貼っておきますので、よかったらそちらね、見ていただければと思います。ということで、明日のね、朝食の時間にまたお会いできればと思います。はい、おはようございます。ぐっすりね、眠ることができました。こちらのベッドもね、あの固めで私好みでね、最高でしたね。はい、で、まあ、こちらのホテルね、検索するとね、ちょっと怖い噂なんかも出てきますけど、そういったことも一切なく、もうむしろね、もうぐっすり最高でした。はい、
で今日はですね、朝食食べた後にね、レクをプールに入れたいなというふうに思いますので、シャワーはねちょっと後回しにさせていただいて、これからとりあえずね朝食の方食べに行こうかなと思います。で食べた後ちょっと休憩してね、レイ君をプールに連れてって、あとキッズルームがあるみたいなんでそちらもね寄っていきたいなというふうに思います。今日ねあいにくの、今ねもう雨降ってるような状況で、天気もね昨日より若干涼しい。昨日はまあ暖かすぎたんでしょうね、21度あったんですけど今日はね17度、それでもね十分暖かいかなと思いますんで、朝食食べた後プール向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、朝からねめちゃめちゃ音楽が鳴っていて賑やかな感じですね。やっぱりねロビーラウンジがめっちゃいい感じなんですよね。こちらがね朝食会場のカフェとなっております。1階ロビー階ですね。なんかハリーポッターコラボしてる感じですね。とりあえずねこんな感じで今日はねランチビュッフェもする予定なので軽めにねいただこうかなと思います。レッグの方にはねカリカリベーコンあげていきたいと思います。はい、ということでねお粥だったりとかこういったヌードルとかね、持ってきましたので、いただいていきたいなと思います。美味しそう。はい、美味しそうです。はい、こちらですね14代ジコンとかね獺祭までありますね。めちゃめちゃ美味しそうです。そしてね、ランチでお寿司もあるんですけど、今準備はね、進めているような感じですね。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。もうね、今9時半ですけど、もうね、10時でお料理下がりますよっていうね、アナウンスもいただきました。はい、ということで、いただいていきます。うん。うまっ。このニューロー麺みたいな、なんか焼きそばのニューロー麺みたいなやつがめっちゃうまい。あとはね、こういったおかゆ類、最近ね、おかゆよく食べてますね。最高。とりあえずね、今日は食べ進めてちょっとね、部屋に戻ってゆっくりしてからプールの方にね、向かっていきたいと思います。はい、ということですね、5階のですね、スパ、プールの方にね、向かっていきたいと思います。ここね、準備万端です。はい、はい、こちらがね、ジムみたいですね。こんな感じでバイシューができるような感じで、じゃあね、プールの方に向かっていきましょう。さっきのね、ジムじゃなかったんですね。こちらトレーニングマシンがあるお部屋もございます。こっちでもね、フィットネスジムが、ね、ございますね。こっちはちゃんとした、ね、ジムみたいな感じでしょうか。はい、ね、はい、こんな感じのプール。あっ、あ、 OK。 はい、こんな感じのね、プールでございます。上ね、建物の感じ、はい、ちょっとね、霧雨、小雨がね、ありますね。これ、じゃあちゃんとかぶって、イエス、
さあ、さあ、おー、ぷかぷか。農薬じゃん、たけし。ロトメ。うん、あ、上手じゃん。たけし、たけし、たけし、たけし。運んじゃうよ。たけし。はい、こんな感じで。はい、まあ、こんな感じで誰もね、今いらっしゃいませんね。あのプールゆっくりねしていきたいなと思います。お、ここからね深くなるんで結構私の胸ぐらい、あ、息子150センチぐらいになるみたいですね。はい、今日はゆっくりしていきたいなと思います。じゃあね、ちょっと楽しんで入っていきたいと思います。ちなみにあそこのね、タワーの多分最上部アンダーズとかパークハイアット、台北さんがねできるという感じですね。はい、楽しんでいきます。はい、プールね上がってきまして、こちらにねキッズルームがこのようにあります。今ね貸し切り状態なので、レイ君とね遊んでいきたいなと思います。下もねふかふかでねめっちゃ気持ちいいですね。ちゃんとねお手洗いも、完備されております。はい、こんな感じのキッズルーム、これは親子連れでもねお子様連れでも非常に嬉しいんじゃないでしょうか。帰りますか、うん、よし、じゃあお風呂入りに行きましょう、うん、はい、ということでですね、もうなんやかんやもう1時ね、もう間もなく回るところでございます。まあ、朝食もね非常に美味しかったですし、プールもね非常に楽しかったです。まあ、何よりね、あのキッズルームとかがあるのがね、やっぱお子様連れには非常にね良かったかなというふうに思います。で、本日ですね、朝食会場でまさか日本の方でね、私のチャンネルご存知の方いらっしゃってお声掛けいただきました。海外でもねお声掛けいただけるなんて非常にね、大変恐縮でございます。昨日のね、ライブも見ていただいたみたいでですね、本当に、ありがたい話でございます。はい、いやもうかなりね油断してましたね。普段ね持ち歩いてる名刺などもね、まあさすがに海外だとという感じもあってですね、準備してなかったですし、まあ、妻もね、あまりね化粧してない状況だったんで大丈夫だったかななんて心配してましたけどね。はい、まあでもね、気兼ねなくお声掛けいただけるとね非常に励みになりますし嬉しいので、もしね声かけられそうな方いらっしゃればね、見かけた際にはぜひ気軽にお声掛けいただければなというふうに思います。で、まあ初めてねこちらのグランドハイアット台北さん宿泊させていただきました。まあグローバリストというねステータスを保有して、まあ、初めて宿泊させていただきましたけれども、まあ運よくですねこちらのグランドスイートキングにアップグレードも朝いただくことができまして、非常に素晴らしいステイとなりました。まあ、昨日ライブでもねお話ししましたけど、今回の台北の旅ではですね、まあ1位2位を争う、まあ、これからねチェックアウトをしてルメリディアさん最後宿泊させていただきますけど、そこが入ってきてどうなるかっていうのはまたちょっと分かりませんけど、今現時点では W 台北さんと並ぶぐらい、同じぐらいかどっちだろうなっていう感じの、1位2位トップ2争いっていう感じでございますけどね、個人的にはね。はい、まあ、非常に、素晴らしいホテルだなというふうに思いました。まあ、なんかねネットで見ると幽霊が出るよみたいなねこともありましたけど、全くそんなね、雰囲気もありません。霊感強い方はひょっとするとなんか感じたりするかもしれませんけど、私はちょっとだけね心配しましたけど全くなかったですね。むしろリージェント台北さんの方のお部屋の前のねすごい薄暗ささの方が、かなり薄暗くてですねちょっと怖い感じありましたけど、霊君が怖いって言ってましたけどね、まあ全くそんなこともなくですね、快適に過ごすことができました。はい、素晴らしいホテルだなというふうに思いますので、またね、台北これ来た際にはですね、ぜひ候補の、ね、一つにさせていただきたいなというふうに思いました。ということで、まあ、もうちょっとでねチェックアウトさせていただきます。ちょうどね、まあ、レイ君がね今寝ちゃってるので、本当はですねこれからランチビュッフェの方に行く予定だったんですけど、妻とね妻の妹夫婦の3人でね今ランチビュッフェいただいてまして、まあ、ちょっとね画像撮ってきてねってお願いしてるんで、こんな感じでね画像出しておきますけども、まあローストビーフだったりとか、まあ、朝食なんかもですね朝食会場でも準備をしててですね、ランチの準備をしてて、寿司ネタなんかもね、切ったりしてたので、いやーいいなお寿司かなんて思いながらね、見てましたけど、まあ今日は残念ながら私はね、食べることできませんけど、まあ大体ね想像はつくので、
きっと美味しいんだろうなっていうふうに思いながら、またね次回機会があれば利用したいなというふうに思います。ということで、今回のですねグランドハイアット台北さんの宿泊のレビューにつきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひね高評価ボタンとコメントね気軽に残しておいていただければ嬉しいです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますのでぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではねこういったホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないようにぜひチャンネル登録、ベルマークの通知ボタンねまだやってない方はぜひ押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。